あさってから奄美大島などで行われる陸上自衛隊とアメリカ軍による日米共同訓練に使用するため、アメリカ軍の高機動ロケット砲システムハイマースが今日奄美市の名瀬港に到着しました。奄美市の名瀬港です。アメリカ軍の小型揚陸艇が着岸すると、日米共同訓練に参加する車両が水しぶきを上げながら次々と上陸します。その中には高機動ロケット砲システムハイマース3台の姿もありました。ハイマースは車両一体型のミサイル装置で機動性が高く、射撃後にすぐに移動できるのが特徴で、アメリカがロシアからの侵攻を受けるウクライナに提供したことでも知られています。その後、ハイマースは民間のトレーラーに積まれると、訓練が行われる陸上自衛隊奄美駐屯地へと運ばれていきました。日米共同訓練は、あさってから今月23日まで、奄美駐屯地や北海道の陸上自衛隊の施設などで実施され、敵の艦艇に対する戦闘訓練などが行われるということです。